い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでもっとコインがいる、はい、今のお願いはこんな感じです。順番に見ていくと、鉄壁&完璧城、星さん、ガッハッハ、ドッスンとワンワンに城を守らすぞ。難しいかもだが、ゴールできるか確かめてくれ。ちなみにメッドコーラは Y で持って、L スティック下でかぶれる。 Y で持って L スティック下、匿名希望の父、クッパだねそれではよろしくです。了解。鉄壁&完璧城、じゃあそれでドッスンから頭を守れということか。うわー、びっくりした、めっちゃびっくりした今あー痛い。そうか、来るのかこっちに。鉄壁&完璧城、え、ということはだよ、え、どうやって行くんだあれは。はい、ここでやっつけてもらうやん。下落ちてくるかと思ったはい、これでかぶります。あ、でもしかしてこれを持っていかんといかんってことかな。持てないんですけど、あっあ、ちょ待って、かぶります。でここで持って、ここで10コイン取って、でこれで、あ、なるほど、レッドコーラでやっつけると。でここで落ちていく。そういう風に使いながらもいかんといかんのか。あ、危ない。ってことは今ここで出てきてたこのメッドコーラ、これもどこかしらで多分使いながらいくってことやんね。ここ上がれる？上がれねえ。これを押し上げていくということか。またはっ、ちょっと待って、いけないんですけど。あ、あ、なるほど、そういう感じ、壊してくれるんや。え、痛い、待って待って待って、めっちゃ危険やった今めっちゃ危険やったよ今。え、で、これまたさらにさ、上に行ってもらいたいんやけど、どうやって行ってもらったらいいんやろ。お痛い、メッドコーラー、ちょ、待って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 。え、これは、あの上に上がれば、ドッスンも来てくれるってことかな。おぉ、危ね。めっちゃ怖かった、今。よいしょ。はい、ワンワン撃破、撃破したのは私ではないんだけれども、よいしょ、これでは、へ、あ、ポリポリ、とりあえず持っていって、は、うん、いいぞいいぞ。ここでもまあワンワンをやっつけてもらいました。で次は、ほてい、は、全然上がってくれない、てい、キャこれはもしや危ない感じにしてしまったのでは確実にしちゃいけない感じに。なっちゃったな。ちょ、待って、これもう一個ぶつけていったら。あ、よかった。ちょ、待って。ここをちょっと。ことだよ、上がった、よしよし、これでここ、はい、破
介してもらった。痛い痛い、ちょっと待って、危険。あ、なくなった。はい、かぶらせて。よし、いいぞいいぞ。さあこれで、あ、そこで持ち上げれたらいいってことかな。この辺で、こ、上げれねえ。は、はいかん。キャーポリッと。ちょ、待って待って待って。ここよりさらに、あの、一番上に行っていただきたいんやけど、どう行けばよろしいのかしら。結構な感じで時間がないんよね。え？ちょ、待って。は、あ、行った行った行った。上行った。やったー。さあ、もう一回おいで。いいぞ、いいぞ、いいぞ。さあ、これでここを越えて、で、こっち行くやろ？まあ、その辺ドッスンおるんやね。めっちゃ危険じゃない？いやーいやー、すーごい。あ、これで中間？え、やっと中間かよ。ちょ、待って、これは、これあれよね、別に壁キックとかないやつよね。はい。え、ちょっと待って、これさ、あ、ワンワンが当たっとんか。そうかそうか、ワンワンも当たったらいかんねよね。くっそー、ミスー。鉄壁&完璧城。ちょ、待ってね。はい、こんな感じですぐに降りて、あ、なるほど、いけそう、いけそうな感じがしなくもない。オッケー。ふう、お、なになに。あー、キノコ。ちょ、待ってよ、どこ行ったキノコ。あんなところに、めっちゃ見てますよね。これそのまままっすぐ降りたいんだけど。オッケー。オッケー。あー、無理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 。鉄壁&完璧城。ゴーゴーゴー。はい、ポリ、これで、はっ、あー、危ね。あー、この辺、あ、そっか、これか。新たな発見みたいな感じで思ってしまったけど、全然新たじゃなかったわ。はい、これで？一旦下に降りて上がる。あ、これで一応そこのワンワンがいなくなったから。ふう、キノコもなくなったけどな。え、なに？なに？めっちゃ怖いんだけど。ワンワン乗ってるんだけど。あ、これもしかして、下から上げれる。いけ。そのまんま行けよ。はい。これで、上に上げれたらさ、ほら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 、そういう感じ、そういう感じ。撃破してくれる。え、これどうすればいいの？これは、めっちゃ怖いやん。いけた。あー、ドッスンが沈んでいった。ふう、いけた、よかった。パチ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 。そろそろ作れるんじゃないの？
れるものがあります。やったやっと赤きのぴよが帰ってきましたね。トイレにしては長すぎです。そりゃ長すぎやろ、あれがトイレやとしたら。それをさておき、新しく作れるものが増えましたよ。本館の屋根、うんうん、これで最後もう。じゃあ本当に作っちゃいます。 OK です。 OK、 それじゃあ工事スタート。いや多分あっこにピーチ姫の絵が飾られるはずやけん、まだあるね、増えるね。5段階もあるし。本館の屋根の工事始まりました。さあお願いの方をどんどん叶えて工事を進めましょう。あ、新しいお願いも増えてよ、7件も。マリオさん、新しいお願い来ました。ふんふん、新しいのは前半にはもう増えない。それじゃあ次は、じゃあ次何かしら。危険天然フグ万年、何それ、敵の名前かな。フグ万年、こいつやばすぎっしょ。でもマジ面白いやつだからいっぱい置いちゃったしな。てかこれゴールできんの、誰か確かめてくれよ、海が好きなお兄さん。それではいってらっしゃい。自分がクリアできないものを作らないでください。危険天然フグ万年。フグ万年ってどんなん、これもしかして沈むやつじゃない、あ、跳ねるやつやった、なるほど、そういう感じ。キノコ、ちょっと待って、キノコまで跳ねるの。ふぅ、ポイン、ポイン。あ、食べキックができるやつやね、これ。ちょっと待って。ほい。あ、あれで最後やった。あの木箱は一体何、関係あるの。こいつか、フグ万年。クオ。恐ろしい。こっちにも来るのね。そういう感じなのね。いい、ちょっと待って。ぶつかりそうで怖いんですけど。ちょ待って。はい。はい。ちょ待ってー。なんかね、ポインポイン跳ねすぎて、跳ねすぎてよくわからない感じに。うわ、ちょっと今ゾワッとした。めっちゃゾワッとした。石めっちゃ追いかけてくるやん。おわっと怖い。痛いよー。めっちゃ痛いよー。とりあえず中間取った。はい、ファイヤー。ファイヤーでやっつけれるんじゃない。ちょっ、あ、なるほど、鍵ゲット。はい、何、え、ちょっと待って、ここ、やった、ワンナップ。これはコイン、あ、別に関係ない、取ってくださいねってだけかな。なんか全部取りたいやん、ちょっと。スイ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 、平和になったから全て取った。はい、脱出。羽が生えたよ、6万年羽が生えたよ。全部取りたいなと思いつつ、痛い、あー、せっかくのファイヤーなくなった、つら、やめてよ、追いかけてこないでください。おお、いいね、そのジャンプ。誰やねんって感じやけど、痛い、食われた食われた食われた今。危険天然ハグマンネン。待って、そこのキノコや。よし、オッケー。はい。よしよし。オッケー。フグ万年撃破。助けてー。
まあそこのあそこのコインは取れなくても困らないやつなので、よしオッケー。このステージいいね、綺麗やね。パチ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 。はい、1段階あと4段階よ。今のお願いはこんな感じです。さあ次は打って切り替え、オンオフスイッチ。さあ腕前を見せる時間がやってきたぞ。ファイヤークッパクラウンに乗ったら Y を長く押してからファイヤーを放ち、オンオフスイッチを切り替えろ。君はゴールできるか、熱いアナウンサー Y。 ふんふん、ファイヤークッパフラウン、ファイヤークッパクラウン打って切り替え、オンオフスイッチ。お、あれやね、これなんかできるんじゃない？できんのかーい。あ、てか自動スクロールや。長押しじゃないと切り替えれんってことか。ちょ、待って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 。あー危険危ねー、怖ーい。溜めといた方がいいね、しばらくずっとって思ったけど。あ、ちょ待って、出た出た、打って切り替え、オンオフスイッチ。スイッチの切り替えは貯めてやるやつじゃないとできない。ていてい、あ、オッケー。でこの辺、いや何もなかった何もなかったわ。あれ下の子にも当たった下の子、ちょっと待って待って待って、これは上に行くべきなのか下に行くべきなのかちょっとわからねえ。あ、倒せた。これこのまんま、あー痛い。ちょっと待って、ここ切り替えとかあんと、あー切り替えられない。はい、オッケー。あれどうやって切り替えるんやろ。え、切り替えれんくない。ええ、ちょっと待って、いけんやん。どういうこと。あ、切り替えてやっつけんといかんってことか。よし、オッケー。ここで多分、ちょっと待って、あー違うの、ちょっと待って、あ、オッケーオッケーオッケー、こわ。はい、中間で、ここ間違えた。どっちでもいいけど、はい切り替えて、あ、なんかスピード上がった。いやー、スピードが上がったって。ちょっと待って、あー潰される。ちょっと待って、なになになに、誰、あー抜けた抜けた抜けた。ねえねえ、ファイヤーあのファイヤークッパクラウンなくなったんですよ、やめてやマジやめて、ちょっとちょっと待って、最後やんあれ。打って切り替え、オンオフスイッチ。そう、行こうぜ。はい、これで要はこのコインのあるところを狙っていけばいいってことよね。ほらほらほら、このコインを目印にして早め早めで準備ができるってことやないの。来たよ来たよ来たよ。ちょっと待って、怖いんですけど、怖いんですけど。でででででで、え、なんか降ってきた、なんか降ってきた、やめて。キャー、あーやめてください。
待って、これさ、ちょ待って、違う違う違う、おお、びっくりしたびっくりした、やっつけれた。あ、これでこの、はい、スイッチ破壊しての、あ、やった、ゴール、ふぅいけた、時間結構あったんや、へぇ、イエイクッパン何が起こったんかと思った最後やっつけれたんだね普通に。お、あと3段階着々と進んでいきよるね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあこの調子でもうそろそろ 90% いくね。完成しそうやわ。